どうもこんにちは、あくらです。今日はですね、初心者あるあるこんなストロークしてる人今すぐやめろっていうお話をしたいと思います。こんなストロークです。いきます。これです。分かりましたか？これやってる人、まあ、上達しないわけじゃないけど、これ必ずどっか壁ぶつかると思うので必ず直してください。今何が悪いか分かりました？ちょっともう一回やりますね。ちょっとこの回は、これです。分かる？これ、じゃあいい例もやりますね。こうしてください。これ何が違うかちゃんと分かりましたか？これ正解はストロークのダウンアップの法則が違います。ダメな例もう一回ね。ちょ、これ書くか。はい、これね、弾いてみるね。で、そうじゃなくていい例はこうやってます。これも書きます。こういう風にしてください。ちょ、丸×書きます。はい、こんな感じ。こっちがいい例、こっちが悪い例ですね。でもさ、これダメな例の方がこれパッと見自然な気がしません？ちゃんかちゃんかちゃかちゃんかちゃんかちゃかって、これそう、なんでこれいい例ってダウンの後にまたダウンとか、これアップアップ、これ逆の方が良くないみたいな、そういう風に思うかもしれません。ただこっちの方が簡単だと思えるギタリストに僕はなってほしいんです。というのもね、これ一つ一つの音の長さがちょっと違うのってわかります？どうなってるかっていうと、音符でも書きますね。はい、こういう風になってます。タンタタンタタタタンタタンタタタっていう風になってます。これが読めないって方、悪いことが読めるようになってください。超丁寧な動画は投稿してあるので、ちょっと概要欄から見に行ってください。まあ、これが四分音符で、これが八分音符、これは八分音符で、こことここは繋がってるから、ここは弾かないよっていう、そういうことですね。なので、タンタタンタタタタンタタンタタタっていう風になってます。このタンって言ってる時って、ここ伸びてる長さがあるんだよね。タンうんっていう。で、この、うん1個分がどれぐらいの長さかっていうと、まあ、たと同じ長さですね。なので、たた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 たっていう風になります。で、これがその、なんかよくわかんないけど、長い音と短い音がある気がするぐらいのざっくりな感覚だと、この先の演奏で絶対あなたつまずきます。テンポ速くなって演奏するのも難しいし、まあ、一番はやっぱり、この間違ったストロークをやりながら、弾き語り、歌うのってめちゃくちゃ難しい。難易度バカ上がります。これやってるせいで弾き語りが上手くならないっていうのさえあります。でね、こっちの下段のいい例、この一見ちょっと法則性がなさそうなこのダウンアップなんですけど、実はね、これ音符の長さに関係なくずっと一定のリズムで腕を振っているっていうことなんです。ちょっとやってみますね。これね。ね、これさ、音消したらもうどんなリズムで弾いてるのか分かんないかもしれないね。ちょっとやってみよう。ね、どうだった？分かんない。これ、こうやってジャカジャカやってるだけでしょ？これ、こっちの方が弾きやすいんですよ。まあもちろんフレーズやリズムによって、まあ多少の例外はあるんですけども、多くの場合はこれで取り組んだ方がいいです。というのもね、演奏している自分がどんなリズムで弾いてるかよりも、この、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーってこのテンポ、拍を取ることの方が大事なんですよ。で、その拍が、こっちのやり方の方が取りやすいんですよ。で、そう、書くか。はい、こんな感じで今見えるかな？点線のところ、ここでこうやって振ると、もうただダウンアップダウンアップになってるでしょ。これのどこを当てるかっていうので、このストロークのリズムを決めているっていう感じですね。なのでこれで必ず拍の頭 1,2,3,4 ってタンタタンタタタの拍の頭でダウン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 っていう風になるので、だからこっちの方がリズムが取りやすいっていうことですね。で、そうすると他のパートとも音を合わせやすくなるし、自分が歌を歌った時、このストロークのリズムと歌の
のリズムってこれ全然違うじゃないですか。それをこの拍をしっかり取ることによって合わせやすくなるっていうことなんだよね。ギターの難しいリズムとこの歌の難しいリズム同時にやるなんて無理に決まってるじゃないですか。なのでギターをこの拍に合わせる、そして歌もこの頭の中で数えてる1,2,3,4って拍に合わせる、こうすることによってようやく弾き語りができるようになります。じゃあ、このストロークのリズムちょっと もう一回やってみますね。こんな感じです。今分かりました。途中この良くない例の方をやったんですけど、やっぱこれすげえ弾きにくいんだよね。こっちの方がはるかに簡単。じゃんじゃじゃんがじゃった1,2,3,4っていう風にやってられるので、こっちの方が絶対やりやすい、やりやすいと思う日が必ず来るから、今のうちからこっちのストロークにしてください。ぜひやってみてください。今回はこの認識を改めてもらうのだけに特化したお話をさせていただきました。実際ね、ストロークのこの右手の動かし方とか、あとは弦に引っかからないようにするコツとか、コードチェンジに遅れないようにするための練習、拍って何みたいなお話、いろいろ動画出てます。こちらも丁寧にお話ししてるのでぜひご覧ください。今後も初心者ギタリストのための動画ばっかり出していきますので、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。今日の動画役に立ちましたら高評価ボタン押してください。こんな風に頑張ってるよみたいなこととか、こんな話してくれみたいなことコメントで教えてくれると僕もなんかちょっと嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、皆さんこれからも頑張って、バイバイ。